おはようございます。釣り子 TV です。今江勝孝プロと、伊藤由紀さんの合作プラグの第2弾がですね、釣り具屋さんに並んでいたんで買ってきました。第1弾もね、買ったんですけども、これねタイプ3ということで、マックス 2.3 メートルぐらいまで潜るよっていうね、ちょっとね潜るモデルがですね第2弾として登場しました。価格は1850円ということで、まあね、でカラーが選べたので、もうね今勝つって感じのねカラーね、これを買ってきてみました。このなんていうのかな、ブルーバックチャートみたいな感じのカラーなんですけどね、これが、選べたので、ザコラボっていう感じのカラーじゃないかなと思って買ってきてました。じゃあね、早速どんなルアーなのか開けていきたいと思います。おっと、飛び出た、来ましたね。うーん、小粒なんですよね、これ本当釣りにかかってるよなっていうサイズ感でございまして、アイバイアイシャッド4分の1オンスタイプ3メガバスっていう風に背中には書いてありますね。このリップね、先端の方にこう細く薄くなっていくのと、あ、このリップからこの背中までこう一直線のこの感じがなんかメガバスっぽいというかね、昔のリップインベイトみたいなね、感じを思い出させてくれるなって感じなんですけども、まあこれのねリップが短いね最初のやつは買ったので、それでもうね投げたり、あのバス釣ったり、あとねなんかシーバスがめちゃくちゃこれ釣れるんで、シーバスでよく使ったりしてるんですけどね、これからシャッドのシーズンにはこのちょっと潜るやつブラックバスでも使っていきたいななんて思ってですね、一つ買ってみたんですが、このあー来たね、LBO2 ですね。マイクロだっけな、 LBO でマイクロで2なんだっけな、LBO2 ですね。この、重心瞬間移動システムね、ことで、これね初めてこれの一番最初に出たやつで使ったんですけど、マジ飛びますね。スコーンってね抜けるようなね飛んでいく感じが気持ちいいのと、よくこんな小さいボディにこのちっちゃい機構を詰め込んだなってね、このメガバスのスーパー技術っていう感じなんですけども、これ裏はどうかな、説明は変わってるのか、一応ね読んでいきたいと思います。アイバイアイシャットタイプ3、今井勝孝をしてこれはどえらいもんができたとうならせた新世代シャット、シリーズ最大潜航を誇る最強モデルタイプ3は最大水深3メートルをロングトレースでき、なおかつ水深わずか 1.2 メートルほどでもガンガン引けるシャローでのスタックを軽減化し、ボトムストラクチャーとの濃密なハードコンタクトを可能としている。今江勝孝の前転倒立理論を高い次元で具現化した伊藤由紀の新たなシャッドフォームエンジニアリングが、濃密なコンタクトと鮮烈なウルトラハイピッチロールアクションを両立して具現化、究極のバーサタイルシャッドだということで、タイプ3は、57ミリだよというところと、4分の1オンスだよというところと、フロロカーボン10ポンドでマックス 2.3 メートルっていう、潜航深度があるよなんていうのがここの裏に書いてありますけども、あ、で一個一個パッケージ説明違うんですね。これは浅いレンジでこうゴリゴリ当てながらこう倒立して岩とかスタックしないでこう避けて根掛かりしづらいよなんていうようなことが書いてあるんだと思うんですけども、まあその性能はなんか多分そのまんまのダム湖のね立ち木越えとかでも使えるのかな、どれぐらいの傾斜でね立って泳ぐのか避けるのかっていうのはね、ちょっと使ってみないとわからないんですけども、これはね小粒なんですよね。本当メガバスで言うとライブ X スモルトね、あのスモルトなんか好きなんですけど、本当ねそれをちょっとだけ大きくしたような感じのサイズ感なんで、非常に なんか
使いやすいというかね、使ってみたいなというサイズ感で、でまあメガバスでもね、いろいろねシャットプラグはあると思うんで、どうやって使い分けていくのか、似たようなやつとねどういう違いでっていう感じなんですけども、何しろこの RubyO2 ね、このすごい小型で瞬間的に後ろに行くやつでもうめちゃくちゃ飛ぶよっていうことなんで、結構これからね秋のシーズンの、もうねこの前釣り場に行ってもですね、だいぶやっぱ秋になってるんですよね。ここって感じに魚がいないんですよね。全部の水深、浅いところも深いところも横も縦もね、なんかね至るところにねブラックバスがいるっていう、そんな感じなんで、そういった時にね、広範囲に探るにはやっぱり飛距離が出た方がね1回で手返しが良くなるんで、あとは思いのほか飛んじゃった、あ思ったよりあっちにいたんだなバス、まあ、ちょっとあっち浅いレンジだなとかね、そういうのがね、即座につかみやすいんじゃないかななんていうこと、やっぱ飛距離は出た方が、いいと思うので、このね機構を積んで、で前回のね一番最初に出たやつは結構本当シャローレンジを引くようなね、モデルだったんで、これからのねシーズンね、今だいたい餌がダム湖なんかでよく映るのが、まあ端的な状況ですけどね、6メートルの水深の水深、そうですね、3メーター前後とか、なんか中層にこうボワーンってね、そこじゃないんですよね。まあそこでも釣れるんですけど、表層もトップではなんかちょっと若干出づらくなってるね。そういった時にこの、ジャストなところを泳がしてくれるんじゃないかな。ね。この後ね、もう一個ね、さらに先行深度が違うモデルが、だからタイプ2になるのかな、出てくるはずなので、まあそれもね、出たらね、一個はね、絶対買おうかななんていうふうに思うんですけども、今回はね、このブルーバックチャートみたいなね、この今かすっぽい色で、なおかつ、メガバスって感じのね、こんな感じのやつが買うことができたんで、まあ早速ね、今週ぐらいから釣り場に持って行って、投げ倒してね見ようかななんていうふうに思います。その際はね、今年はせっかく買ったんでね、グラスのスピニングなんかで P ラインで組んでバヒョンってね飛ばしていこうかななんていうふうに考えております。でまあ4分の1オンスだよって書いてあったんですけど、一応ね重さの方もね測っておきたいと思います。ちょっと0を合わせて、はい、じゃあね、アイバイアイシャッドの、タイプ3、これは何グラムでしょうか。お、8グラムって出ましたね。8グラムなんで、ミディアムライト、ミディアムとかの竿とかね、あとまあスピニングで乗せにかかる釣りだったらね、投げれさえすれば結構柔らかめの竿でね、バババババババってね早くね、巻いたりっていうのもいいんじゃないかな。乗せにかかるアクションの柔らかめの竿なんかもいいとは思いますが、まあちょっとね、いろんな竿で投げてみてどれがいいかななんていう風にね、こんなぐらいの調子がちょうどいいよなんてのもあったら、ぜひ持ってですねお伝えしていければなと思いますが、何してもね、この感じでね、これが流行ったりしてね、このスーパーね、大物コラボってのね、今後もね、年一ぐらいでなんか、別に、伊藤由紀さんと、今井勝坂プロに限らずね、なんかその他にも絶対ないだろうなって組み合わせでね、コラボレーションとかね、起こるとね、面白い。あれないですかね、やっぱね。今井勝坂プロと並木プロとか、やっぱ絶対ないですかね。まあまあ、よくわからないですけどね。まあ、これから、でも、昔で考えたら、メガバスとね、今勝が、こう、合作みたいな感じでルアー出すなんてのはね、本当にね、想像も、そんなこと、ありえないだろうから考えたこともなかったですからね。それが実現するこのご時世ね。どうですかね。村田はじめさんと、今勝とかね。村田はじめさんとメガバスは別にね、昔から別に仲悪くないでしょうから、なんか、まあ、コラボじゃないですけど、カラーリングとかではね、なんかいろいろあったような記憶もあるんで、まあなんかそんな感じで、
これねびっくりだなんていうねサプライズがまた来年もフィッシングショーあたりとかでねいろいろ発表とかあったりしたら、まあ、そんなところも含めてねあの釣り泊なんていうのすごい楽しみなんですけども、あ、まあ、ちょっと話が脱線してきましたので、まあ、今回はねこのメガバスから出たですね今江勝隆プロとの共同開発アイバイアイシャッドのタイプ3、これをね一つ買ってきてみたいな、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。